元気ですか？今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千明です。さて、今お聞きのこの番組、山下レーシングクラブ、略して YRC。 この番組は自称モータースポーツ応援団、 IT コンサルタントの山下元和さんがモータースポーツ全般の魅力や情報をラジオからお伝えしたいと考えられた番組です。改めまして、こんばんは。自称モータースポーツ応援団、 IT コンサルタントの山下元和です。私の趣味モータースポーツについてお話しすることで、モータースポーツファンがより増えてほしいという思いと、こういう自分の趣味からの取り組みによるブランディングの方法もあると、企業家の皆さんにお伝えしたいという2つの狙いがあります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて山下さん、はい、ちょっとタイミングずれちゃったんですけれども、はい、5月の5日は端午の節句だったんですよね。はい、山下さんのお家って鯉のぼりとかって立てられたりしますか？息子がいるので、はい、僕はですが大学生にもなったので、私自身が飾ることはないんですが、息子が小さい頃は毎年に飾ってました。あ、そうなんですね。で、最近はですね、もっぱらですね、はい、観光地の川などに、よくね、あったりしますよね。飾ってあったりするので、それを見に行ったりだとか、はい、我がちょっと田舎の方に住んでますので、畑を持ってる農家の方、はい、大きなお家があって、そこに立派なね、鯉のぼりが飾ったりするので、それを見て和んでます。なるほど、はい、そうですよね。佐々木さんの方は女性だからあまり。そうですね、まあ、男の子のね、男の子の日みたいなところがあったりするじゃないですか、その当時って。はい、私弟がいるので、はい、先ほどおっしゃっていただいたように大きな鯉のぼりが、はい、実家の方にございました。素晴らしいなんですね。はい、いやでもいいですね、やっぱああいう風物というか、風物っていうね、季節ものというのはやっぱりこう心がちょっと和みますよね。はい、ね、本当にちょっと懐かしい思い出に浸らせていただきました。ありがとうございます。はい、そして今お聞きの番組山下レーシングクラブは、ラジオ番組収録と同時に映像も撮影いただいておりまして、そちらを編集したものを番組放送後約10日程度で YouTube にアップいただいております。ぜひ皆さん、山下レーシングクラブで検索してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは山下レーシングクラブ、今回最初のコーナーは旧車フィーバーフィーバー、始まりました。はい、新コーナー、旧車フィーバーフィーバー。ラジオを聞きのモータースポーツ好き、もっと平たく言って車好きの皆さんはよくご存知かとは思いますが、今巷では旧車、いわゆる古い車、アメリカですと製造から25年経てばクラシックカーとして認められるということで、国内外の古い車、クラシックカーがマニアの間で大ブームなんですよね、山下さん。そうなんですよ。で、その理由はいろいろあるそうなんですけれども、その数々の理由については改めてちょっと別の機会に山下さんにお話ししていただくとして、今回はその中でもこれ一の車について山下さんからお話しいただけるということです。では山下さん、第1回の車は何でしょうか？はい、トヨタのスポーツ800という車になります。トヨタのスポーツ800、はい、うん、でこの車ですね、1965年に、からで、ですね、69年まで、はい、それにかけて、製造された小型のスポーツカーになります。あ、スポーツカー、で通称ヨタ8と呼ばれています。ヨタ8、何ですか？トヨタのヨタと、はい、800の8。あ、なるほど、ヨタ8、覚えましょう、ヨタ8。でこの車が販売されるですね、2年前、はい、1963年に、ホンダからスポーツ500という、車が、販売されまして、はい、小型スポーツカーが各社からちょうど販売されてた時期なんですね。はい、でレースのカテゴリーにもですね、このクラスが、作られたということもあって、はい、かなりの人気でした。うーん、はい、で実際この車ですね、はい、2ドアで2人乗り、うん、で屋根がしっかりあるクーペタイプと、はい、運転席の上の天井が ですね、外れるタルガトップタイプというタイプで販売されてました。でエンジンは名前の通り 800cc、 あ、はい、で正確には 790cc とちょっと違うんですよね。はい、で馬力は45馬力で、現在の軽自動車とほぼ同じくですね、軽自動車が 660cc と、あ、なるほど、うん、そのくらい の小さい車になります。うん、でこの車は流線形のボディで、小さいくせにスポーティーに見えるということで、はい、スポーツ800と言われているんですが、1967年から70年にかけて販売された、はい、映画の007に登場した、トヨタの象徴的車、トヨタ 2000GT というのがあるんですが、はい、それの兄弟車と言われてました。なんで
ですが、ここで 2000GT2000cc の大きい車なんですが、はい、この 2000GT よりも2年先に販売されてたスポーツ800、はい、お兄さんなんですね。で、小さくてちょっとですね可愛く見えるんですが、それで弟分なんてよく言われるんですが、はい、先に言われてますからご注意ください。お兄ちゃんなんですね。そうなんです。今月のスポーツニュースでもレポートした、はい、オートモビルカウンシル、はい、そこにもですね1台だけ赤いスポーツ800が展示販売されてまして、価格が1200万円とされてます。すごい。で、ちなみに当時、発売当時ですね、はい、の価格は59万5千円と、うん、まあ時代が違うんで、まあそうですね、その額面だけ見ても20倍という価格がついてます。すごいですね。で、このスポーツ800ですね、はい、レース神殿も活躍していまして、その中でも有名なのが、市川の英雄的レーサー浮谷、はい、東次郎さんが、はい、優勝したレースがありまして、はい、1965年、7月に開催された船橋サーキットでの、全日本自動車クラブ選手権というレースがあります。はい、で、このレースですね、エンジンの排気量が 1300cc までのカテゴリーで、うん、GTI レースっていうのが、あるんですが、はい、このレースですね、に参戦してまして、雨の中ですね、決勝が開催されました。はい、で、ホンダの S600、 先ほどちょっと話したようにちょっと大きくなったね、はい、それをですね、XR テスというドライバーがドライビングしてたんですが、はい、その方がスピンしたのに巻き込まれまして、クラッシュしてしまいます。はい、で、小さい傷だけで済んだので、はい、キットに復帰のために戻るんですが、はい、すぐに、レースに復帰しました。うん、で、復帰したタイミングで16位まで後退してしまったんですね。はい、で、その後ですね、驚異的な追い上げを見せて、はい、順位を一気に挽回していって、はい、ついには先頭を走るイクサーテツさんの S600 を抜き去って、はい、最終的には2位以下に19秒以上の差をつけて、はい、優勝してしまうという、そんなことあるんですか。そうなんです。すごいですね。で、まあ、最後に紹介したレースの浮谷藤次郎というのが、はい、トヨタスポーツ800がでもかなり好きで、自身でも改造して、車を作っていらっしゃいました。で、私もプラモデルでですね、はい、この方のモデルの、実際にこのレースに出た、はい、仕様のものを作ったりだとか、ね、スタート前は綺麗なので、綺麗な状態、うん、それとあとクラッシュした後の、ボコボコの状態、はい、それを再現した車なんかを作ったのを覚えてます。なるほど、そこまでちょっとしっかりと表現されてるんですね。そうなんです。面白い。ね、このラジオも放送している市川、はい、ゆかりのある車だったりもしたので、この新しいコーナーの1回目に紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。なかなかね、こういった車とかっていうことを教えていただかないとわからないところが多かったので、はい、歴史も含めてね、ちょっと今日勉強させていただきました。はい、ありがとうございます。以上、旧車フィーバーフィーバーでした。モータースポーツ入門ボキャブラ編。さて、このコーナー、モータースポーツ入門ボキャブラ編は、読んで字のごとく山下さんのお話の中に登場するいろんな用語、いわゆるモータースポーツではおそらく誰もがご存知な専門用語、ただモータースポーツを知る上で基本的に知っておいた方が良いと思われる語彙、ボキャブラリーについていろいろ教えていただこうというコーナーです。では山下さん、お願いいたします。はい、で、今回最初にご紹介するのは、はい、スタートコマンドです。スタートコマンド、はい、最近ではあまり聞かれない言葉になってしまったんですが、はい、レースをスタートするときに、スターターが、号令をかけるんですね。号令、その号令自体がスタートコマンドと呼ばれています。ほう、例えばどんな感じなんですか。で、今回ですね、はい、紹介していますインディ500の、はい、レースの時にはですね、レース前にイベントとして行われるものになってまして、うん、コマンド自体はレディースエンドジェントルマンスタートユアエンジンと言うんですね。あ、なるほど。用意スタートの前にエンジンかけましょうという、合図なんですが、はい、まあまあいわゆる号令なんですけども、これを聞いて皆さん、レーサーの方からエンジンに火を入れるという儀式があります。なるほど。ちょっとこう掛け声といいますか、はい、ね、伝統的なものなんですね。最近ではですね、以前も話したローリングスタートといって、はい、走っていながらそのままスタートラインを通切って、はい、レースはスタートするなんてこともあるので、はい、あまり使わない言葉になってますね。うん、こういう古いレースだと
はい、儀式として今もまだやられてるということですね、はい、スタートコマンド覚えましょう。はい、はい、続きましてスプラッシュ&ゴーです。お、わからない、はい、何でしょう、前に進むのはちょっとわかりましたけど、ね、車の洗車場って行ったことがある方もいると思うんですが、はい、そこに置いてある車がそう呼ばれるんですが、はい、でもモータースポーツではちょっと意味が違います。あ、違うんですね、はい、でピットインした際にタイヤ交換をしないで給油だけしてピットアウトするという行為のことをスプラッシュ&ゴーと言います。うーん、でこれはですね、燃料を多く積んでいる車っていうのは、はい、最高速度も落ちるんですね、重たいから。あ、確かに、はい、ブレーキも効かなくなっちゃうんですよ、はい、でさらに言うと燃費も悪くなる、うーん、ということなので、はい、積んでいる燃料の量というのはすごい計算されて、積んでるんですが、はい、ちょっと計算が合わなかったりすると、はい、なんかゴールができないかもしれないということで、そういう判断がされると、給油のみで入ってくるというのが、このスプラッシュ&ゴーなんです。あ、なるほど。なんですが逆にそれを逆手にとってですね、はい、逆に軽い状態を長く持たせるというのを、はい、計画してスプラッシュアンドゴーを中に取り込んでしまうという作戦の中に、作戦の中に、はい、こんなこともあります。もともとですね、アメリカンモータースポーツ、はい、今回 あのインディーだとかですね、そういうものではですね、給油があるので、はい、始まった言葉なんですが、現在では他のレースでもいろいろ使われるようになってますので、中継とか見てても耳にすることがあると思うので、覚えていただければと思います。わかりました、はい、で続きましてこれもですね、なかなか聞かない言葉で、はい、ホワイトフラッグ。え、白い旗、はい、降参じゃないんですよ。あ、降参ではないんですね、はい、白旗を上げる的なことではないんですね、はい、車のレースはですね、はい、このフラッグ、旗を振ってですね、はい、レーサーに、今の状況を紹介したりするんですが、はい、その中でもホワイトフラッグというのはなかなか使われることはないフラッグなんですけども、このフラッグが振られているとですね、はい、低速の車が、この先にいるよという意味になります。お、なかなか分かんないところですが、はい、レースのシーンとかですね、さっきと今でもですね、この運用方法というのはちょっと変わるんですが、はい、救急車、事故を起こした後、はい、バッテリースリップした車両を撤去する作業車、はい、レースに関係ない車が、入ってたりすると、この低速車と食べられて、ホワイトフラッグが振られるということがあります。そうなんですね、はい、でこれ以外にも黄色だと注意、前で事故があったりとか、はい、で赤だと、一旦レース終了だとか。あ、ちゃんと意味が、はい、信号みたいにあるんですよ、はい、でその中でもほとんど使われることはないんですが、はい、そういう言葉はたまに出てくるので、ちょっと覚えていただきたい。わかりました、ホワイトフラッグ、はい、ちょっと覚えておきます、はい、で続きましてウェイトジャッカー。お、なんかかっこいい名前ですね。かっこいい名前ではありますね、はい、でこれはですね、はい、ドライバーが車の中から、車高の調整ができるシステムになります。へえ、自分でできるんですか、はい、でレース中にタイヤごとにですね、はい、車高を細かく設定することができまして、はい、これによってですね、路面の傾斜、はい、これがついてたりするときに調整することで、路面とのグリップ、タイヤが、吸い付く力ですね、はい、それを高めることができるんです。へえ、これもですね、インディーカーが、メインで使われている機能でして、はい、ステアリングのところにスイッチがありまして、簡単にエース中にも変更ができます。あ、そんな簡単にできるもんなんですね。というのもですね、はい、アメリカンモータースポーツというのの特徴でもあるオーバルコース、はい、楕円のコースでぐる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 回る、はい、レースだと、はい、各コーナーに傾斜がついてるんですよね、早く回るために。あ、確かに、これ傾斜がないと取っちゃってみますから、はいはい、なのでそれに合わせるために、自動で、自分で設定ができるようになる。うん、これ設定することでレースを有利にしようという効果が出てくるので。はで、ちょっと今回ですね、はい、メインテーマのインディーカー、はい、これに関する言葉がちょっと多かったので、 あれですけども、そうなんですね、うん、レース中継を見たりしたのもですね、はい、こういう言葉が出てきますので、はい、ぜひ覚えておいていただいて、思い出していただけたらと思います。わかりました、はい、ちょっとインディ500とか見てたら、もしかしたらすごい出てくる言葉だったりするかもしれませんね、ね、ぜひ皆様そこも注目しながら、ぜひ覚えていきましょう。ありがとうございます、はい、以上、モータースポーツ入門ボキャブラ編のコーナーでした。今更聞けない SNS のコーナー。
さて、今お聞きの山下レーシングクラブはモータースポーツの魅力をお伝えしていく番組なんですが、ここからは山下さんのお仕事、IT コンサルタントに関わるコーナーです。せっかくこの番組、山下レーシングクラブを長く続けるためには、こちらも大切にしたいと思っております。はい、ということで、大手メーカーさんから起業家さんなどにまで宣伝、集客などについて SNS の活用、その有効性をアドバイスされていらっしゃる山下さんに、今更聞けない SNS についていろいろとお伺いしていきたいと思います。はい、ちょっとね、今回楽しみにしておりますので、はい、どういったテーマでしょうか。はい、今回はですね、はい、インスタグラムの最新アルゴリズムの情報と、はい、ちょっと私の方がですね、実際に SNS を使ってコミュニケーションを取ってから、はい、リアルにそのコミュニケーションが取れるような、うんうんうん、その活動についてお話しできればと思います。はい、はい、インスタグラムですね。はいはい、でまずはアルゴリズムの情報から、はいはい、でここ数回の放送で、インスタグラムでユーザーとコミュニケーションを取りましょう、はい、ということをいろいろ言わせていただきました。でストーリーズもやらなきゃいけないだとか、はい、リールが必須です。はい、その通りでございます。もうバランスをよくやっていきましょう、はい、とお話ししたんですが、ちょっとそれとはですね、違った、はい、偏ったアルゴリズムの動きが見えてきたので、ちょっとご紹介いたします。はい、発見タブという検索するとですね、いろんなとこが、はい、調べられるという機能があるんですが、出てきますよね。はい、その投稿自体がですね、リールにかなり偏ってるんじゃないかなと。はあ、そうなんですね。で逆に写真のみの投稿はあまり上に出てこない、はい、というのがちょっと最近見えてきてまして、はい、でこれを強く決めるですね、要因がストーリーズのアクションなんですよね。あ、はいはい、でまあ、重要になってくるのは先立てから話しているストーリーズでコミュニケーション取りましょう、はい、そうですが、具体的に解説しますと、はい、ストーリーズの投稿でいいねだったり、はい、DM だったり、うん、あといろんなアクションが高いユーザーに対して、はい、発見タブで、生じされるケースが多くなってます。そうですね、いわゆるこれはですね、以前も話したアカウントが評価されている、はい、っていう状態になってます。はい、でもですね、アカウントが評価されていても表示されてくるのが、はい、リール、はい、ショート動画の方が、かなり偏って多く表示されている状態になってます。なのでリールとストーリーズ、はい、これを頑張っていればいいんじゃないのかなっていう考え方もちょっと出てきましてなるほど、実際これしかやってない方も結構いらっしゃるので、あ、そうですか、はい、そこを頑張ってみていただければいいのかなと思います。すごい新たな発見かもですね。はい、で続きましてですね、私が実際にやっている SNS からリアルな交流へ、はい、という事例を紹介させていただきます。はい、でインスタグラムでですね、はい、いろいろ交流している中でですね、はい、私自動車関連の方、はい、まあ、この番組もそうですけど、そういう方のですね、個人であったり企業様に関して、はい、その活動を紹介するページをウェブの方でですね、はい、この番組のサイトを作って、はい、で紹介していきますという企画を自分で動いているんですが、その連絡をしている中でですね、はい、フォローしてくださっているアカウントや私が気に入った方、はい、特にメーカーさんだったり、レーサーさんだったり、はい、という方に直接ご連絡をしてるんですが、はい、その中でですね、もう、ページの方は公開させていただいたんですが、はい、ドイツのスポーツメーカーである、うん、ポルシェのクラブに連絡したところ、うん、いろいろと理事会などにもご紹介いただいたという。すごいことですね。そうですちょっと驚いちゃいました今。でこのクラブというのはですね、はい、ポルシェクラブ六本木様なんですね。へ、はい、で六本木を拠点にして集まっているグループなんですが、はい、年に何回かサーキットでの壮行会だったり、はい、ツーリング、あと今年はですね6月にドイツのニュルブルクリンクというサーキットまで行って、はい、ポルシェ本社の、コーチの方を迎えて壮行会を開催する予定だそうです。へ、運転の勉強もしてるらしいですね。いや、すごいです。はい、でその理事会の方に参加させていただいて、はい、その理事会というのがですね月に一度周りから集まっていて、はい、でこういう企画を練ったりだとか、はい、運用に関しての準備をされてうん、ということでした。はい、で私もいくつかですね公開を主催もしてたりするんですが、はい、運用というのは結構大変で、はい、ルールがないとかなりグラグラになっちゃうんですね。でもここはですねすごい快速なのがすごいしっかりしていて、これ自動車クラブというのは意外と遊び感覚でやってるところも結構多いんですが、はい、すごいしっかりした、
グループクラブでして、はい、もう紳士淑女の遊び場というような雰囲気の、そうなんですね、感じでした。こんな感じでですね、はい、SNS で、ね、連絡するとですね、リアルにもつなぐことができます。はい、でやってることはただ単に、ご挨拶をして、はい、でこちらから何かやることないかっていうのをちょっと投げかけをして、はい、でコミュニケーションを取っていくだけなので、はい、ぜひ皆さんもこのコミュニケーションツールとして、はい、SNS を使ってみていただいたらと思っております。なるほど。またですね、はい、自動車関連の企業様だったりはですね、うちの情報もご紹介してほしいという方がもしいらっしゃいましたら、はい、番組までメールでご連絡くださればいいかと思います。はい、連絡先とは後でまた、ご紹介になると思いますのでそちらの方にお願いいたします。はい、いや、ありがとうございます。すごくね、はい、まあ、発見タブに上がってくるのはリールとかストーリーズだよっていうのも今教えていただいて、はい、で私すごく不思議だったのがインスタとかでこう交流をするっていうのが、はい、結構顔を知った人との交流は結構あったりするんですけど、はい、知らない人との交流ってこういう形でつながっていくんだなっていうのをすごく今体感したというか、そうですね、お話聞いていて、すごく勉強になりましたので、はい、ちょっと足を踏み出てみようかななんて、ね、ちょっとね、はい、背中を押してもらったような感じがいたします。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。 SNS は難しいから入らず有効活用できる簡単なものという考えに変われるよう少しでも頑張って実践していきたいと思います。以上、今更聞けない SNS のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングになってまいりました。今回の山下レーシングクラブいかがだったでしょうか。この番組山下レーシングクラブは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からですので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。山下さん、今回の放送振り返られていかがでしたか。はい、新コーナーも始まりまして、はい、皆さんの知っている車だったりっていうのも、はい、出てくると思いますので、はい、今後ご期待していただければと思います。はい、はい、私もねちょっとお勉強していきますのでよろしくお願いいたします。はい、そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、山下レーシングクラブまでお待ちしております。それでは YRC 山下レーシングクラブ、また次回同じ時間を耳にかかりましょう。皆様のお相手は山下元和と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。